突然ですが、あ、反対だ。ジェイスタイル。ジェイスタイル関西支店がお届けします。はい、ということでね、今日は初めての走行しながらのおしゃべり、眠気を覚ます旅で素直な気持ちをつぶやきます。山梨山麓。GP スポーツランド山梨チェンジオン3月15日前日の走行動画となります。初めて行くんですけれども、シャドウエアさんとかと一緒に走れたらなって思っています。私も、モーターランド通過、しか行ったことが走ったことがないんですね。なので今回は皆さんで、あそこから
休憩はしたんですけど、2時間ぐらい走ったんかな、2時間ぐらい100キロぐらい走ったかな。水温は84度、ふわつわで、これ回転は今3000回転ぐらいで走行してますので、4点ちょいですかね。ふわつブーストは今かけましたけどね、ちょっとだけ加速するのに。こうやってじっくり、ね、メーター見ることないですけどね、これ見えますかね。これ油温が80度今差してますね。は今 12.8、 まあ安定してますよね。これ見えへんか、空気エンジンルームの空気の温度は今 17.3 度で、外気温度が17度、だから外気温度の、ね、あのフレッシュエアが、きっちりと今エンジンルームに入ってるっていう話ですね。冷たいのがいいみたいなんでね、そういうのを見るとまた楽しいですねっていう話ですね。メーターなんかねつける気なかったんですけどね、つけたらつけたでいろいろ勉強があって面白かったですね。こういう、ということで、眠くなったら歌ってごまかすんですが、今回は運転しながら一人でおしゃべりしながら撮影してみたって話なんですね。なかなか難しいですね、まあ、ただの独り言なんですけどね、これね。はい、という話でした。お疲れ様でした。休憩しましょうね。チャンネル登録よろしく。